はい、それではここからは、まあ関連する事項として今度は小数や分数の二進十進変換の計算を扱います。最初に、二進の循環小数を十進の有理数で表すという計算を扱いますけれども、その前にですね、多分これも皆さんどこかで習った人が多いかと思うんですが、十進の循環小数を十進の有理数に表現直す計算の復習をしておきます。まあ、例としまして、この A として 0.142857、でこの142857がずっと続くこう循環小数を取り上げます。で循環小数の表記についてですけれども、日本でよく行われる表記はこの循環する部分ですね、これ循環節っていうんですが、この循環節の1個の循環節の右端と左端の数値の上にこう黒いドットを書くという形で循環節を表す場合が多いです。ただしこれは国によって表記の仕方がいろいろ異なるようです。まあ、とりあえずここではその日本でよく使われる表記で書きます。じゃあこの循環小数を、まあ、十進の有理数で表すやり方なんですけれども、まずやることはですね、この循環小数をですね、10の何乗倍化して、この循環節が1個整数部に来るような定数倍を考えます。この場合、循環節 A の循環節はですね、小数第1位から第6位まで6桁ありますので、そうするとこの場合は A に10の6乗をかけますと、循環節が1個の整数部にやってきます。で、これとその元の A をこう見比べるわけですね。そして、この両辺をですね、この両辺の上下の式から下の式を引きます。引くと何が起こるかというと、この小数点より下の循環節が全部打ち消されてしまうことになるわけですね。右辺の方は、で左辺の方は16の6乗マイナス1倍の A ということなので、そうするとここから10の6乗マイナス1倍の A が142,857ですという、A に関する方程式が得られますので、これを A について解くと A はこういう有理数ですよと、約分すると実は7分の1でしたよということになるわけです。まあ、これが十進の循環小数を十進の有理数に直す方法ですね。でここからは今度はその二進の循環小数を、まあ、有理数で表現する方法を見ていきます。すみません、ここは二進数って書いちゃいますけど、次にあるように十進数の方が正しいですね、注意しておいてください。で、循環小数が二進表記の場合もですね、計算方法は同様のやり方を取ります。今 A としまして 0.0011 ですね、この小数第2位から の0011っていうところが循環節であるような循環小数、二進表記の循環小数を考えます。でまずやることはこの循環節をですね、小数点のすぐ下に持ってくることです。で今これ小数第2位から循環節が始まっていますので、これを2倍しまして、A を2倍した数を B と置いて、B は 0.0011 ですね。0011のところがまあ循環するような小数を考えます。で、次にこの B をですね、2の N 乗倍して、この循環節、1個の循環節が整数部になるように定数倍します。この場合は、循環節の長さがですね、4桁ですので、2の4乗倍します。そうしますと、2の4乗倍するとですね、整数部が、これ全部二進数、ちょっと気をつけていただきたいのは、左辺は十進数で、右辺は二進数ですので、気をつけてください。右辺が、2の4、B の2の4乗倍は右辺が1、1と、それから、小数部はまあこういう循環節になっていると。で一方で元の B はこういう循環小数ですので、2の4乗倍の B からこの B の両辺を引きます と、2の4乗マイナス1倍、ここは十進数なんですが、ここの B が、
ちょうど二進数の1になりますね。で二進数の11っていうのは十進数の3ですから、そうするとここからその 15b イコール3という方程式が得られます。でこれを b についておくと、b は5分の1となるわけですね。で、元の a は求めるべきだったこの a っていう数はこの今求めた b の2分の1倍でしたので、これを元に戻すと a は10分の1ということになります。ここまででしょうか。でここまでは、二進の循環小数を十進の有理数表現に直す話でした。でここからは、整数以外の十進表記を二進表記に直す、やり方について説明します。で今、次数 x ですね、これは十進表記の時に、これを整数部分と小数部分というふうに分けて表します。整数部分はこのシーリングっていう関数を使った部分ですね。x を超えない最大の整数を使った部分。それから、その残りの小数部分は x を中括弧で囲ったような表記で表します。で、二進数への直し方としては基本的にはこの整数部と小数部をそれぞれ分けた形でこう二進数に直せばいいっていうわけですね。で整数部を二進数に直す方法については先ほどフォーナー法の計算でやりましたので、ここからはその小数部をどうやって二進表記にするかというところを見ていきます。ということでここの例題ではその10分の1を二進表記にしています。でまずやり方から順番に説明していきます。まず10分の1が与えられましたら、その10分の1をですね、順番にこう2倍していきます。例えば10分の1を2倍、しますと、これ5分の1ですね。で、5分の1が出たら、また2倍して5分の2を得ます。で5分の2を2倍して5分の4を得ると。でどこまでこの計算を繰り返すかというと、この2倍していった数が初めて1を超えるところまでこれを繰り返すんですね。でそうすると、10分の1から、をですね 2倍するっていう操作を1回2回3回4回行ったところで、これ5分の4の2倍が5分の8となって初めて1を超えました。そこでどうするかっていうと、この5分の8のをですね、1と5分の3というふうに振り分けます。だから1と小数部分にこう振り分けるわけですね。こんなふうで2倍した数値が1を初めて超えた時点で、この1を引いた上で、まず1を引いた上ですね、これが1を引いて、その右側にこう1を書き出すということをします。で、今度、次のステップでは、この5分の3を2倍しますと、今度これ5分の6で、これまた1を超えるわけですね。そうすると、ここでもまた1を引いた5分の1を書いて、1を右側に書き出します。で、また同じようにして、5分の1を2倍してっていうふうにやっていくとですね、その、右辺の値、右辺の値っていうのは、この、ここの計算結果が1に等しくなるか、あるいはその循環節が出てくるまで、この計算を繰り返していきます。で、この場合は、この数の場合はですね、実は循環節がこう出てくるんですね。5分の3を2倍した段階で5分の6が出てくるんですが、これを1プラス5分の1に直した段階で、この5分の1っていうのは実はこの最初のステップの結果として現れてましたから、あとはこのステップがですね、ずっと繰り返されることになります。でここで、循環節が現れましたので、この各桁の、この外側に出たですね数字を上から順に小数点の下に並べていきます。でこうしてみますと、このこうやって見てもらって分かるように、00011000っていうふうな列を並べていくと、こんなふうになるんですけど、00011000っていうふうにこう桁が並んでいきますので、
まあ、これで循環節を取り出すと、まあ、0.000、あとは0011の循環節が続くような形で、10分の1の二進表記ができるということになります。で今 あのやり方がですね、その十進表記、整数以外の、まあ、1より小さな数のですね、あの十進表記から二進表記の導出を行いました。でこれも実はこの展開、どういうふうにこの計算をしていた意味を書き出しますと、あのコーナー法のような展開を行っていることが分かります。最初10分の1だったんですけど、これ をあの2倍したっていうのは結局そのこれをこのような形で書いてあったんですね。で、5分の1を2倍したっていうのはこの5分の1のところを、まあ、このような形で表したということを意味しています。ということで、これを順番に繰り返していくと、この、まあ、0か1が出てきたところ、ここは実はその二進数で展開したときの各桁の値を表していることになるわけです。ここまでいいでしょうか。